皆さんこんにちは、レイク講師の新谷です。こんにちは、レイク専任講師の野村です。今年もですね、新宿エルタワーの担任のコンビでですね、東京都一流 B の本試験の解説、公表ですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様でした。まず野村さん、やっぱりこうみんなが気になるのが足切りがどれぐらいになるのかっていう、ね、教養の卓越なんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、どっから行こうかな。まず全体見せて、そうですね、全体の大体これから行きますか。これから行きますか、うんうん、はい。今年の診断のね、うちの無料診断の、応じてくれた方のですね、これ正答率です。まあ、これ正解番号は都庁から発表されたものなんですけども、まずこう文章理解が、全部 A という、うん、これは僕はあんまり記憶ないですね、うん、これで全部 A と。なんか英文はちょっと長くなったという感じはしたんですけども、まあ、内容はうちの森先生が言うには私でも読めるぐらい簡単だった、私でも読めるぐらい分かんないですね、その表現はちょっと分かんなかったですけども、ね、まあ、簡単だったというのでまあほとんど取れてるんじゃないかなという感じがします。で、まあ、数的はもう野村さんね、ぜひ解説をお願いしたいと思いますね。まあ、数的に関してはやっぱりね、ほとんど過去問なんですよね、やっぱり。で、まあ、とりあえずポイントとしてはまず一番最初の集合算が今年は久しぶりに消えたと。ここですね、そうですね、集合算がなくて、まあ、その分少し計算が減ったので楽になったかなと。あとはまあほとんど過去問なんですが、ですね、何番だったっけな、ね、12かな、12かなんかちょっとこうちょっと違う特殊な問題かな以外はほとんど過去問ですね。またちょっと意外だったのがこの最大最小が2年で出たことですね。ちょっとだからそういう意味では過去問は多いんだけど、まあ、ちょっとこう何ですかね、若干傾向が変わったかなっていうところありますけどね。まあ、それぐらい最大最小が傾向と違うかなぐらいで、あとはもう本当見たことある問題ばっかりなので、あとは結構意外と新しい問題が多いですね。例えばね、10番の問題とか平成23年で、さらにですね、何番だったっけな、問題番号ですね、16番の整数解の問題も平成25年なんで、意外と新しい平成20年代の問題も出てるんですよね。じゃあもう過去10年ぐらいやっとけばもう大体もうと思うじゃないですか。一方で論議とかは平成10年代に連続で出したんですね。ずっと消えていたのは復活っていう感じなんで、まあ、意外と昔のも出てるんですよね。だから過去もちょっと公開されてるのは全部やっておけば、まあ、正直言うと1問以外ほぼ全部見たことある問題ですね。あとはまあ最大最小なんか結局言うとその数学っぽい問題ではなくて適当に代入性ができる問題だったんで、強引に時間かけたらできたかなと。まあ、ちょっと過去問の、まあ、普通出ないと思っていただいたら出ちゃったんですけど、まあ、過去問ではあるかなという感じですかね。まだ1類 A と B 合わせて全部やっておいていただければそこそこいけるかなという感じですね。野村さんあるじゃない、 1B の問題で1位から結構こう持ってきたっていう、ね、去年多かったですね。今年はもう素直な B かな、 B がもう繰り返し、うん、普通に繰り返しですね。まあ、A の問題は似てるのもあるんですけどね。あと何よりね、図形空間把握がね結構簡単だったんですよね。そうですね、 C がないっていうのは僕も過去何年かこれやってますけど、BBAA というね、多分あとこの、ね、23番の円の回転が A ならばレック製はレックのテキストに載ってるからですねK マスターにほぼ同じ問題に載ってるという感じですかね。あと軌跡が少しいつもより簡単だったかな、計算がどう見ても、うん、っていう感じ。あとはまあパズルとかがあったんで、パズルがまあ時間をかけて捨てた人いたのかなっていう感じですか。 B ならばね、まあ、問題自体もそうでもないし、切断も全然難しい類型ではないので、まあ本当に過去問ちゃんとやってる人にとってみると結構一回だかなと。で、受験生の話を聞いてもなんか思ったより時間が余りましたなんていうことを聞いてしましたので、まあ、意外と数的は楽だったのかなっていう感じですかね。だからここで結構、まあ、14分の12、3、4は取れるかなって、まあ、やってる人はそうですね、はい、でも本当過去問ちゃんとやってる人やってない人でもかなり差がついちゃうって感じですかね。で、逆にだから新方式なんかだと過去問同じ問題ばっかなのに C が多かったりするのが、おそらく過去問あんまりやってなかったりして正答率落ちてるかなっていう感じするかもしれないですね。うん、で、普通に多分過去問やってる人もなんか見たことある問題ばっかりだってことでさーっとするんだというようなことを皆さん言ってましたね。はい、あれですね、なんかこう30ボーダーって年があったじゃないですか、はいはいはい、あれ2015ぐらいでしたかね、はいはい、あの時よりは簡単、その時よりはちょっと難しい、まあ、トントンぐらいじゃないですかね。数的に関してはそんな一番簡単な時とはあんま変わらないかなぐらいでしょうね、おそらくね。あ、となると結構取れてんじゃないかと。そうですね、数的は結構取れてそうな感じがしますね。ちょっと意外ですね、まあ、みんなやり込んでるってのもあるんでしょうけどね。ですね、うん、で、ちょっと人文が思ったよりこう、うん、できてないというところで、まあ、人文はちょっと難しくなったっていうね、うん、まあ、話で、僕も直前でちょっと世界史とか日本史やりましたけど、まあ、世界史は大体想定内かな、
対戦ゴッド西欧で奈良時代はねちょっと今までやっぱり都庁出てないですね。しかも文化というのでね、うん、去年鎌倉の文化とかで最近ちょっと分割いってんのかな、うん、ああ文化振興好きですかね、文化振興なのか。しかも奈良時代の文化ってかなりこう狭いところに行ってちょっと想定外、ね、僕は天皇氏が出るのかなと思ってたんですけどね、うんうんうん、奈良時代の文化で、まあ、これちょっと、まあ、しょうがないですね、できない。まあ、地理は簡単だと思いますけど、でまあ文芸はまあやってる人はあんまりいないからしょうがないかなと思いますね、うんうん。まあ、多分あれじゃないですかね、昔のボーダーがすっごい30ぐらいの時のやつだとこの辺がもう簡単だったんで、そこの差じゃないですかね、もしかするとね。今回はそうかもしれないですね、うん、知識がどれぐらい取れてるかで変わってくるかもしれないですね、はい。でやっぱ社会科学はね、まあうん、まあ外国人の人権が出ると思わなかったけど、まあやってる人はねやってると思う、まあ、地域紛争、うん、日本の金融、まあ、日本の金融は出た想定内だったね。もう外国の人権だけ一応 B なんですね、うん、まあやっぱりちっちゃいですからね、論点としてはね。まあ、専門やってればすっごい簡単なんですけど、専門やったことがない人だと少しきついかもしれないですね、これ判例が入ってるんで、うん、そうかもしれないですね、うん。まあ、自然は我々ちょっとよくわかんない、ちょっと飛ばさせてもらって、まあやっぱりあんまり科学ですよやっぱね、自然はやっぱりあんまりみんなやってないのかもしれないな。科学は科学者ですからね、なんかこんなの知らないよって、なんか科学を勉強した理系の子も言ってましたね。なんかびっくりしたし、なんか人の名前がいっぱい出てきてますからね。まあちょっと多分我々は誰を見ても何言ってか分かりませんけど、なんかドルトンとかカローザースが入ってますけどね。ドルトン、カローザース、プルーストなんですかねこれね。カーバー、科学史じゃないか、ね、いや多分そうです ね、なんか科学の子もこんなん知らんわって言ってたんで、まあこれはだから C なんでしょうがないのかなと思いますね。まあ知識がやっぱり相対的に例年よりもきつかったのかなっていうところで、まあちょっとね僕も担当してるけど社会事情がねやっぱりちょっとこう白書がもう傾向がだいぶ変わってきましたね、うん、去年ぐらいからもう、去年警察白書で今年子ども若者、まあここまでね想定なかなかやりづらいと、うちも、はい。まあ、中間選挙と G20 はまあ想定内なんですけども、うんうん、まあ、水道法ね、これもごたごたした年末にこう通っちゃったやつで、まあ私もそこ来るとは思ってなかったですね。まあ、規制改革はまあ一応自作所大臣乗ってましたけどね、まあ、やった人はできたかもしれないけど、まあ、でも携帯電話市場とかなりマニアックなものだったようで、ちょっと社会事情が3いけたらいいのかなっていうところですね。なんかこう知能までとですね、知識でだいぶこう出来が変わってきてですね、こう知識の出来で最終的にどうなるのかっていうところが気になりますね。逆に知能で落としちゃうとかなり厳しいですね今回ね、うん、きついですね。知能が取れてないと、まあ、きついのかなっていう感じしますね、うん。まあ信用試験はだいたい同じ内容なのでね、まあ、ちょっと割愛しますけども、はい、一応全体の得点分少しだけ、全体の、ね、分布現時点の5月9日時点で、はい、まあ、ちょっと一般方式の方のですね、この分布図でございます。まあ、一番高い人でこう37、まあ、36で9割、まあ、9割前後っていうのはちょっとあんま多くないけども、うん、34ぐらいから増えてますね、うん、34で一番、まあ、多いところで言うと28、7割、うん、昨年の段階に比べてやや上がってますね、2点ぐらい上がってる感じみたいですね、うん、データリサーチによるとデータリサーチだとちょっと上がってるな、うん、24でもだいぶ下の方に来てますもんね、うん、6割っていうので、まあ、もちろん自信がある人がねエントリーしてくれていてですね、まあ、ちょっと怖いんだけど、エントリーしてくれた人の中では素点平均がですね、言っちゃおうか言っちゃっていいのかどうか分かりませんけど 27.5 というところで、うん、高いですね。2015年以来の高さですね、高いですね、うん、去年で26いってたかな、最終は25とかだったみたいですね、そんなもんで、うん、まあ、データリサーチなんで、うん、まあ、自信がある人しかエントリーしてないんですけども、うんうんうん、まあ、それにしてもちょっと僕は思ったより高いなという感じがしてます、うん、まあ、最終的なボーダーがどこになるかっていうのは分かりませんけど、はい、まあもちろんこれら落ちてきますよ皆さん、大丈夫ですからこれがね、はい、まあもう 2,3 ポイントぐらい落ちてくるでしょうね、うん、はい、あとあれですよね、募集人数は減ったけど別に多分向こうが採点できる人数変わらないんで、そんな足切りは高くないと思うんですけどね、はい、うん、もともと面接呼ぶ人数っていうのを考えてできると思うし、うん、でまあ択一切ってさらにまた論文でも切ると思うから、まあ27とかできるってことはないと思うんですよ、うん、それはね、
まあ、例年通り、まあ、24なら生き残ったと、うん、で、まあ、面接頑張ろうというかですね、いう感じになるんじゃないかなっていう気はしてますけどね、うん、はい、ですからもうあまり一喜一憂せず、まあ、6割を超えてれば、まあ、あとはもちろん論文の出来にもよりますけども、はい、まあ、面接ちょっと意識してもらえるといいかなというふうに思いますですね、はい、じゃ次どこ行きます、教養論文行きますか、教養論文行きますか、教養論文で、まあ、今回、ね、まあ、まず問題から見ますけども、ちょっと私は問題見た瞬間凍りましたね。まず問題文見たときにですね、この東京の成長に欠かせない中小企業支援というね、見た瞬間、あれ俺終わったかなと思いましたもんねあれ中小企業支援、ちょっとまずこの問題見たときに止まったんですよね、はい、で、まあ中小企業の支援をね、こう出した理由として考えられるのが、去年の12月に中小企業の振興条例が、まあ、一応通った。で、私もね、11月段階かな、なんかの中小企業の振興計画みたいなのは、まあ、一応見てたんですけど、ノーマークでした、正直。この中小企業をわざわざ出すとは思わなかった。はい、で、まあ、だけども内容としてはね、ちょっと僕も止まったんだけど、中小企業振興だとちょっとまずきついなと思ったけども、案外こう、資料はあれ労働じゃんみたいな感じに思わせるようなね、まあ感じでですね、まあ、ちょっと資料ね、出させてもらいますけど。資料の1が、まあ、労働力の人口構成比の推移というので、まあ比較的現役世代がね、まあ、減ってくるよね、来てますよねっていうデータなのかな、まあ、高齢者がちょっと労働力として増えてきてるよというところで、まあ、現役世代ちょっと減ってきてますと、まあ、ここはまあつつくとこじゃないと思うんですけど、でその後下の方がね、まあ、大卒の求人と就職希望者数の推移というところでありまして、で、まあ、中小企業って言葉からいくとですね、まあ、こっちなんですよね、見てもらいたいのね、299人以下の方が、まあ、中小企業、300超えるとですね、まあ、中小とは扱いではないです、東京都の場合だと300人以下のあたりを、ね、対象としてるから、まあ、こっちが対象になります。で、まあ、一応ね、300人以上見てみると、倍率がね、有効求人倍率かな、まあ、大体1倍からさらにこう落ちてきてね、まあ、2018年は 0.9 で、まあ、若干人手不足感っていうのはあるけども、まあ、そうでもないけどね、でやっぱりきついのはここだよね、中小企業 の、 有効求人倍率ってのは 6.4 倍というので、もう人手不足感がね、もう顕著であると。ですから、まあ今回中小企業の振興なので、まあ、やっぱり人手ちゃんと確保しなきゃいけないっていうのが、まあ課題の一つ目としてこう上げなきゃいけないと思うんですね、はい、人手不足と、ね、人手不足感がありますよねっていう、まあこれあくまでも新卒だからね、新卒の、まあ、人手不足というところで、まあもちろん新卒に限らず、まあ、おそらく中小では全体的に人手不足っていうのはあるんだろうなっていうのをまず、まあ、論点の一つ目として挙げてもらうことになると思いますね。で2つ目かな、で2つ目のところが、まあ、資料2で見ると、この実質 GDP の予測結果というので、なぜ都の GDP 出さないんだっていうなぜ日本全体を出すんだっていう、でもなかったでしょうね、いいのはね、なかったのかな、ね、でもあれですよね、こう新聞じゃないのも久しぶりですよね。そうですね、資料だけっていうのも久しぶりですね、新聞なかったっていうのは、うん、で、まあ、GDP の、ね、予測結果っていうので、実質 GDP 経済成長シナリオっていうのが IoT とか AI とかっていうのを活用して、まあ要は生産性が高まるって、キーワードはね、僕生産性だと思う、ね、うん、この資料2の方はね、生産性の向上だと思うんですよ、生産性の向上、まあ、いわゆる第4次産業革命の技術を導入して、まあ、ICT も含めてなんですけど、まあそれを積極的に活用したら、まあ、生産性が高まるよっていう、まあ、あくまで予測だけどね。で下の方の破線の方はね、ベースシナリオっていうのは、まあ特段、まあIoT だとか AI だとかって導入しない場合っていうところなので、まあ結局こっちに持っていけっていうことだよね、資料としては、ね、はい、まあ、積極的に、まあ、IoT なり AI なりっていう、まあ、技術を導入して生産性を高めましょうっていうのが資料2だと思います。まあ下の方で IoT の利用意向、都の利用意向かというので、
でこれがですね、まあ、よく分かんないんだよね、この対象が中小なのかどうかね、うん、中小なのかどうか分かんないけども、まあ今のところあまり活用しているところが少ないってことですね。すでにビジネス活用してますよっていうのは IoT とか、まあ、AI とかロボットとかっていうのが結構少ないよねっていうところでね。で、まあ、導入予定がないっていうのが非常に多いわけだから、まあ、結局この2つの資料を付き合わせると中小にもね、積極的に IoT、AI とか、通信技術をねどんどん導入して生産を高めましょうというところで、まあこの2点があればいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、うんうん、まあ、人手不足の解消っていうところと、中小へのどう人をこう流していくのかって、人手不足の解消と、あとは生産性向上、まあ、生産性って言葉をねで入れといてもらいたいと思いますね。ですから、まあ、僕も受講生と話した時に、まあ、都庁の場合は、まあ、いわゆるテレワークっていうね、まあ、ICT を活用して在宅で勤務するとかっていうような、まあ、テレワークの活用を、まあ、書いたっていう受講生いましたけども、まあ、それは正しいと思いますよ。IoT、AI も含めてなんで、まあ、テレワークぐらいしか今のところ推進してないからね、まあ、いずれにせよ IT を活用するその導入支援っていうのを論点の一つとしてもらえればいいと思いますし、あとね、人手不足のところ何で書くかっていうのがちょっとね、うん、難しいんだよね。人手不足解消っていうね、はい、レックの方はあれですね、レックのこう多分ネットに上がってる回答は事業承継が円滑にって書いてますね。なかなか難しいとこ攻めてます。俺もさっき見た時にいや、なんで人手不足っていうのをいや資料に忠実に行くなら明らかにこの中小での、うん、まあ、新卒のデータだけども、うん、まあ、新卒でこう 6.4 倍って異常だからね、これね、はい、となると、まあ、おそらくその上の世代も結構きついのかなっていうところで言うと、人手不足解消論点にしなきゃいけないんだけど、なぜ事業承継を出したんだろうね。これ後継者問題書きたかったんですけど、まあ、なんでしょう、ね、資料にはないですよ、ね、ですよね。資料にはちょっとないかな。書きたかったんですかね。分かんないですよ、これはね。いや、多分ね、中小企業振興条例読んだと思う。あ、なるほどね。読んで、条例から引っ張ってきて、入れちゃったんだろうけど。まあ、普通の学生学とか普通書くんだったら、まあ、マッチングとかですかね。まあ、やっぱりこう、まあ、人材確保っていうところでいいと思うので、うん、事業承継はね、結構難しいよね。ちょっとね、これは。でこれはちょっと皆さんあんまり参考にしなくてもいいと思います。ちょっとハイレベルって、ちょっとハイレベル、事業承継までいくとちょっとこう、うん、人材不足とはちょっと違うから、うん、事業承継の場合はこう継ぐ人がいないから潰れるっていうところを対象にしてますので、資料の1からはちょっと僕は出てこないのかなという感じがしますね、うん、これ人材確保を何で書くのかっていうのが難しいと思いますけど、まあ、僕の声を聞いた受講生が話してたのは、これ日本の学生なんですよね、これね。日本の学生の、まあ、就職動向みたいなところで、で、まあ、中小はもう明らかに 6.4 倍。で、大企業であっても 0.9 から1っていうのはほぼもう、日本の学生で埋まっちゃってんだよね、ここはね。ということだと、外国人活用したらいいんじゃないか。なるほど。うん、まあ、留学生活用。まあ、僕も講義で言ってたんで、うん、まあ、留学生活用っていうので行ったっていう子もいましたし、であとは地味にね、都庁も都内の中小企業に、まあ、外国の即戦力を、ね、導入していこうっていうので、まあ、パソナなんかに委託してですね、まあ、外国から、まあ、元留学生が中心ですけど、まあ、元留学生で、まあ、外国で働いてる人をこう都内の中小に引っ張ってくるっていうマッチング事業でやってるから、まあ、僕も外国人でいいんじゃないかなと思ったんですよね。もう日本の、まあ、人口動態を見ると減ってきますからね、もうね、はい、まあ、日本人を当てにしないっていうところでね、留学生でもいいし、外国のこう即戦力引っ張ってくるっていう、うん、まあ、労働力の確保っていうところと、あと生産性高めるっていう、まあ、2点があればいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。まあ、そうですね。まあ、書く論点はね、資料なわけには明確ですからね、そこそこ書きにくくはないとは思うんですけどね。ただね、日本の学生に絞ると辛いんじゃないかって思うな。なるほど。うん、だってもう人手が不足してんのに。で人口減っていくじゃない、うん、なので日本の学生の例えばね、大企業から中小企業に思考を変えていこうっていう論点は僕まずいと思うのは、うん、っていうのもね、ほぼほぼもうこれ大企業でも 0.9 だから、まあ1.0 っていうと大体こう求人と求職者はマッチングしてて、で 0.9 っていうことは、まあ、若干学生が少し、まあ、全員が吸収できないけども、じゃあここからこっちに移行させるっていうのは
どう考えても無理だろうと、ね、ここで余った人間こっちに移行させましょうで、うまくこう帳尻が取れるかっていうと、まあ、非常に難しいですから、だから日本の学生をどうしようかっていうのはあまり論点にしない方がいいんじゃないかっていうふうに、ね、あの私は思うけどね、はい、まあダメとは言わないけど、まあ多分そっちの方で書いた人が多いような気もするけどね、うん、はい、まあ、それはまた担任相談等で、あこんな感じで書いたよっていうのでお話してもらえるとあのいいと思いますけども、ただあんまりこう事業承継はねこれ書かなきゃいけないというふうに思わないでこれは、うん、いいと思います、これは難しいですね、これは難しいですね、うん、非常にきついと思いますんで、はい、あとはあれですかね、意外とあれですよね、新方式のプレゼンもジャンルが似てるんですよね、似てるんですよね、珍しいですよね、はい、これはね、はい、似てますね、どっちも似てるのか、はい、ちょっと見てみますか、見てみましょう、まあ新方式ごめんね、なんか卓一あまり話してなくてまあ同じだからいいんじゃないですかね、まあ、同じだからいいか、ね、ほぼ同じなんで、意外と今年取れてますね新方式の方もね、うん、一応見せておきますデータ、若干で落ちてるらしいですね、平均としては新方式の落ちてるらしいですよ、す現段階でと、ただ募集団がサンプルがすごい少ないので、はい、何とも言えないかなと、サンプル少ないんでね、うん、まあ、ちょっと一応新方式も出しておきましょうか、うん、はい、新方式の気になるかもしれないので、ちょっと言ってきますと、新方式の、まあ、一応うちの5月9日段階、ね、の診断なんですけども、まあ、今年が35点満点になっているので、まあ、あの去年までとはねちょっと単純には比較はできないんですけども、まあ、35点満点中で、まあ、意外とこう29とか、まあ、30超えはいないですけども、一番多かったのが25と20と、なんかちょっとギャップがあるんだよね、これね。25っていうと、まあ、あのかなり取れてますね。7割ぐらいですか。7割ぐらい。で、20点だと若干6割切ってるぐらい。というので、ちょっとここに2つの山が気にはなりますけど、でその間も結構いるんで、はい、まあ、もちろん下の方はちょっとなんとも言えませんけどね。あれどうでしたか、東京都の問題。東京都独自問題、今年が出すって言ったのは東京都政問題ですね、はい、笑っときます、見ときます問題持ってきてないんですよね、持ってきてないですあったあったあった、これがね、もうちょっと見てみますか、ちょっと見てみます、ついでだから見てみますか、これはなんだこれっていう、ですね、間違えるやついないでしょっていうような、これですね、これですね、あの、まあ、僕も特に対応あのしなくていいよほっとこうねって言ったんですけど、まあ、あの平成30年に東京都が実施した事業名の空欄に当てはまる僕の組み合わせっていうで、オードミーツニュー東京なんとかねんっていうのと、なんとか東京プロジェクトと、まあ、快適通勤ムーブメントなんとかビズとかっていうので、まあ大丈夫だよねまあ C がまず分かるよね、時差ビズね、うん、はい、で東京になって200年経ってないからね計算したら分かりますよね、分かりますで時差と150でも決まりじゃんっていう、うん、はい、でダイバーシティ東京で行きたくなるかもしれないけど、まあ、まあ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 、これがなんか一応都政問題っていうので、うん、あの大々的にね言ってた割にはなんか言ってた割にはちょっと肩すかしで、うん、まあ、サービス問題にしてくれたのかな、教養論文やってれば出てきますよって言うね、まあプレゼン対策したらいけるでしょってやつですね、いけるでしょって、まあ、で新方式のちょっと素点なんですが、人数がちょっと少ないんですが、まあ、今のところまあ6割ぐらいというので、まあちょっと応じてくれた方が少ないもんで、じゃあついでにプレゼンちょっと見てみましょうか、プレゼンしてみましょう、プレゼンましょうか、まあ、先ほどね、うん、あの一般方式の論文が、まあ、ややこう就労と、うん、まあ、人材確保っていうのと、まあ、あの ICT の活用だったんですけども、新方式もですね、あの雇用就業の状況を示したものっていうので、はい、また労働っぽいね問題で、で、まあ、2行目見てもらうと、誰もが人生と仕事を調和させ自分らしく活躍することができる都市東京を実現するためというので、まあ大体労働関係なのかなっていうのがまあ見て取れますよ、ね、で去年と変わったのが下の方ですよね、下の方の記述ね、で作成にあたっては東京都職員として職場の上司に5分間でこうプレゼンテーションすることを想定として、これあの教育文がまあ大体こんな感じだね、総合職の教育文がまあ大体こんな書き方してるんで、ちょっとパクったのかなという感じしますねはい、であなたが考える表題を記載し、まあ、重要な課題で解決に向けた具体の取り、ここまで同じだったんだけど、今年からこの期待する効果っていう表現が入ってきたのがね、はい、まあ、ここ書けましたっていう子がちょっと僕は聞いてないです、この2つはまあ想定したんだけど、期待する効果まではちょっと書けなかったというので、まあ、口頭で補うしかないから2次でね、はい、で図を用いるの表現は問わないよというのでね、であれなんですよ、今年からこう小さくするって話なんですよ
A4 だったらしいです。ああ、なるほど。まあ、でも、でかく書きづらかったらそうなるね。あと A さんが、縮小が B4 だと思って、講座で B4 でやってたんですよ。で、言ってみたら A4 だった。もっとちっちゃくなってた。もっとちっちゃくなってた。で、でもちっちゃいからねって書けるんじゃないですか。ゆっくりと。まあまあ、そんなことはない。いや、でも やりやすかったでしょうね。うんうん、はい。逆に絵を描くスペースがなかった。ああ、なるほど、なるほど。去年まで、ね、大きいから絵で埋めたんですよね。絵で描いた。で、去年は、ね、図表そのまま描いたやついました。それ大丈夫なんですか。いや、まあ、受かってたよ。なるほど。今年はそういうスペースもない。なるほど。はい。なんか余裕がなかったっていう感じですね。うんうんうん、で、図を用いる余裕もなかったというところですね。うんうんうん、はい。で、今回もまた週4で、去年4つかな。去年と同じでしたね。はい。で、1つ目がなんかこう、正規非正規っていうような。ところですけど、ただまあ労働者数は増えてるよっていうデータなんでね、これね、ずっとね、まあ、ある程度若干減ったけど、ここはまあ昔に比べたら増えてるねっていうと、まあ多分高齢者が増えたんだろうね。で、2番目がまあ若年層の失業率の推移っていうので、まあ減ってきてるよっていうところ、あんまり論点にする必要もないのかなっていうね、うん、はい、もう大体3どこだもんね、全体でね、うんうん、もうほぼ自然失業状態じゃんこれっていうところだから、まあそんなにこう若年層をうんぬんかんぬんやる人もないのかな。で、3番目がこう高齢者のね、就業というので、まあ65以上が高齢者だからね、まあここは論点にしてもいいのかな。高齢者、まあ誰、まあ、もともとのお題が誰もがうんぬんかんぬんってことなので、まあ高齢者はかけた方が良かったと思います、うん、でも下の女性活躍かけても丸見えだもん ね、うん、ね、まあ、結局ここ上げようね、そこ上げね、うん、っていうので、もう女性活躍っていうのと、まあ、高齢者活躍みたいな、まあ、2つ書ければいいんじゃないですかね、うん、はあ、まあ、切り口がいっぱいありますからね、はあ、うん、若年層はまあ書いた人は多分いないじゃないかなという気がするけどね、うん、はあ、まあ、3と4ですよね、まあ、3と4ですよね、大体まあ高齢者と女性っていう切り口 であとはまあ働き方改革を書いたっていう子もいたんですけど、うん、まあ確かに働き方改革で長く働けるようにっていう、うん、切り口の人もいましたけども、まあ、ダメとは言いにくいけど、じゃあどこの資料から引っ張ってきたんだというのがなかなか行きづらいんじゃないかなっていうね、 IT 活用とか書いちゃった方がいいと思うんですけど、なんかあれですね、普通の方ですね、どっちかというとね、そう、 IT 一般の方なんですけど、あれじゃないですか、 IT の方、松浦先生が AI って連呼してたからじゃないですか。さっき言ってましたね、なんか AI を僕は当てたんだって主張しておりましたよ、でかい声で AI だってずっと僕は騒いでたんだと松浦先生が言っておりましたので、はい、一般方式の方で言ってましたので、でも AI、ね、よりは IoT との利用以降、さっきなんかすごい騒いでましたよね、 AI って、そうですか、まあいいか、結果論なのかね、それ結果論。すごい嬉しそうに言っておりました、うん、はい、じゃあ専門行きますか、あ、まあ、ここはもう松浦さんを称賛しようと、そうですね、はい、だからまあこれ今度は一般方式 の方です ね、専門論文ですね、専門記述の方ですけども、まあ、まず憲法ね、これも松浦さんが外れた腹を切るとまで言っていたですね、こう衆議院の優越、ね、まあ、任意制の存在意義について述べた上で衆議院の優越に説明せよというので、これまあ憲法といえば憲法だけど、まあ、社会科学レベルですからね、うん、はい、まあ、これしかも任意制って政治学っぽいから ね、ね、政治学っぽいから、まあ、松浦さんよく当てたなというのがすごい、まあ、僕はちょっと単純にこれ出ないんじゃないかと、あまりにもちょっとベタすぎて、まあ、出ても社会科学の知識だから、まあ、サービス問題でこれ取らなかった人いないんでしょう、多分これ見かけたっていう話ですよ ね、これ取らなかったら何で取るのっていうぐらいに、サービス問題じゃないかと、まあ、去年が異常にきつかったですからね、そうですね、去年はなんか僕腹切ろうかなって松田先生言ってましたからね、今年は切らなくて済んだ環境圏環境圏で判例無理だとか言ってたんですけど、今回は5万円だ、なんか行政法、はい、行政法もなんかドンピシャだったってなんか松浦先生が言ってたんで、これどうなんですかこれは、まあ、これは本当に一番定番の総論の問題なんで、まあ普通有名論点で、まあ、これは、まあ、勉強したら書けるかなってですね、普通のテキストで勉強してるような内容だし、松浦先生も当ててましたので、まあ、直前講座と受けてる方にとってはもう余裕だったのかなと思いますけどね、ただそもそも行政法を選択しない人も結構多いので、そうですよね、はい、まあ、選択してればいけたかなっていう感じですかね、基本論点で、うん、はい、民法はまあ無理かなと、これは誰もやってありますね、狭いですよね、うん、民法これを用意している人いたら逆にすごいなっていうぐらいですね、ここですからね、うん、消費これかっていう、ね、金銭じゃねえんだっていう、うん、もうピンポイントですね、こう消費対策か、なぜこれを選んだんでしょうね、わかんないですね、これはね、これはもう本当なんか
時事とか関係なく、全く関係ないと思いますけどね、うん、関係なく なんだろうっていう、なぜだろうって、これはもっとよく分かんないですね、なんか出してみたかったら分かんないですけどねっていうまあ憲法が優しすぎるから、うん、もう民法ぐらいちょっと無茶しようっていう、うんうん、もう出す側のノリで言ったのかもしれないですねこれね、うん、なるほど、まあ憲法はまあ取れるよねっていうところで、うん、まあできる人はまあ行政もやってればまあ行きだかなっていう感じですね、まあ、そうですね、で経済がまあまあ難しくないんだけどね、外部不経済化の市場均衡、まあ図表も使えるっていうところはいいんですが、ただこの課税による方法や補助金による方法についてって、ここはちょっと用意してなかったかもしれないな、ここはこの手法までねやってる人はいなかったかもしれないですね、はい、なので、取らなかった人もいたかもしれないです、はい、で財政学 なんでこれ予算制約式を用いて説明で図は使っちゃダメなのかっていうね、うん、予算制約制使いたいよねこれね、はい、図を使いたいんだけども、まあ中立命題はね結構一般的なテーマなんで、もしくはやってる人は取れたかもしれないですね、これ、うん、で政治家がくどいまさかもういいでしょうサル通りっていう3回目ですからね、はい、まあうちの論文マスターでも一応政党ここまでやってるんですけどね、政党の、まあ、機能とかこの一般論はやったんですけど、このサル通りのね七類型まで覚えてないっていう人が多かったですね、はい、3つぐらい書いてなどにしたというのでまあまあまあ点は取れると思います、はい、まあ、択一ですからね、択一で学ばせは選べるだろうけど、さすがに全部覚えてるって言われると、ね、7類型、俺も言えって言われたら結構きついんですけどね、はい、ほんとしつこいですよねこれはね、しつこい、サルトリしつこいですね、うん、なぜ出したのかなと、なんかあれですかね、サイクルを変えてきたんですかね、あえて直近ので借金の用意してないだろうと思って、用意してないだろうっていうのででやってきたんですかね、2週目をこう考えたんですけど、うん、投票とかね、そしたら3週目にいっちゃったよってんで、また来年迷わせるっていう、うん、やっぱ3週目来るかもねみたいな、でももしかしたら、まあ、サルトリやってる人多分いないと思う多分やるいないと思うんで、書いた人聞いたらなんか昔やった知識をほじくり出して書いたと言ってましたね、サルトリは、サルトリまでサルトリの卓一でやったからそれをなんとか頑張って思い出したと言ってたような気がしますけどね、うん、7つまで書かなきゃいけないんですかね、これね、どうなんですかね7個覚えてる方がきついし、一個一個説明できないですもんね、そこは西さんに類型について説明そうだから、一応7個やれってことなんですかね、うん、いや文字数足らないでしょ7つやったらっていう、確かに、うん、ちょっと書ききれないですよね、書いてるんですかね、これでも回答例、まあ、回答例はもう答え見習い入ってますからね、まあ、一応書いてるっぽいですね、一応ね簡単に7つ、うん、ほぼ書いてますね回答例は、頑張って、いや書ける人いないと思うな、7がきつかったかもしれないですねきつかったかもしれないですね、まあ、行政学がもうドンピシャで、もうまあ、過去もそのまんまでね、FF 論争でね、まあ、これは多分、押し来たとみんな思ったんじゃないですかね。はい、社会学も想定外、はい。なぜマートに行くんだっていうね。マートナノミーロンで、しかも5つのね、この適用様式、覚えてないですよ、私も。5つの適用様式覚えてないですよ、ね。なんか多いですね、7つとか5つか、今回、その細かいの。多いですね、類型。卓越を細かくやっていた人が有利だったんですかね、逆に言うと5つまでか覚えられる、まあちょっときついかもしれないですね、うん、きついですね、で多分会計学がもうすごい簡単ですよ、これもサービス問題ね、うん、企業会計原則だもんね、会計学が、まあ、やる人少ないんですけど、うん、これはもうサービス問題かもしれない、ね、勉強してる人にとってはまあ結構楽だったってことですね、会計学がすごく簡単、ね、うんうんうん、であと経営学ね、動機づけ理論も非常に簡単です、これもね、まあ、知ってる人は簡単って言うけど、やってない人ははって感じかもしれないですけど、ちょっとテキストあったのかな、これ動機づけ理論は経営学のうちのテキストあったのかな、モチベーション論は何かあったような気がするんですけど、動機づけまであったかどうかちょっと僕定かではないんですけど、でも去年よりは絶対できますね、反応もそんな感じですかね、ね、うん、もう憲法簡単だし、うん、行政学も当たるだろうし、まあ、あとどれか1個、まあ、2つは確実に取れるなっていう、うんうん、もう憲法行政が非常に簡単ですし、まあ、行政を取った人はもう3つパーフェクトっていうことも考えられるしね、はい、まあ、ちょっと政治学を選んだ人は半分ぐらい、サルトリがまあちょっと欠けたかどうかっていう感じ、うんうん、社会学を選択する人はあんまりいないと思うんで、まあ、みんな捨てたね、うんうん、受験生で書いた人ほぼ皆無に等しいでしょう、
じゃあ2つぐらいは完投できたかなって感じですね。もう2つは確実にできてますね、うん、2ついってないと逆に今年はきついかな。2つ書いてあと1個はなんか半分ぐらい半分ぐらいかけておけば、うん、まあ標準っていう感じで、うん、まあ3つパーフェクトも出てるだろうね、うん、まあいるでしょうね。いるでしょうね、うん、やっぱりまあ当たったっていうのがいっぱいいると思うから、うん、っていうので、まあ、全体的に見てみると楽でしたね。楽ですね。ですね、うん、去年よりは卓越はできてるだろうし、うん、去年は戦記で半分ぐらい結構いましたもんね、うん、憲法であれが出るかとかでしたからね、うん、2個はかけたっていう人の方が少なかったかもしれないですね、うんうん、今年は2冠をもう2冠はいけたっていう声が多いですね。2冠はいけますもんね、うん、なので戦記でそんな差つくなっていう感じは逆取れてないと逆にまずいと思うんですけど、うん、まあまあみんな取れてるとで卓越はまあまあ取れてるだろうと、うんいうので、まあ、あとは教養論文が変な方向に行ってなければ、うんはい、変な方向に行ってなければまあいいんじゃないでしょうかね、まあ、ちゃんと文がはけてればいいと思いますけどねっていう感じですかね、うん、まあちゃんとそんなに論点抽出自体難しくないんですけど、うん、ね、なんか変な方に行ってなければいいな、うん、というので、まあ、まあまあのところでそんなに難しくなかったんじゃないですかね、うん、僕の印象としては。まあ、とりあえず見ていただいてそこそこ点数取れてるなと思う方もちょっともうすぐ面接の練習していただかないと間に合わなくなりますんで、はい、新谷さんの面接のやつっていつからでしたっけ、はい、あの一般ですか。あの一般のやつは一般はねやっぱり1時発表後から募集開始で、うんうんうん、6月の10日スタートかな、まあ、スタートが6月10日なんですけどその前にはもうウェブで講義を聞いてもらって6月10日に来ていただいて、まあ、3回アンドホームルームいう感じで進めていきますけども、だいたい面接の倍率が高いんですよね。ですね。多分、はい、うん、今年去年の感じは高くなりそうですよね。ね、うん、去年多分ざっくり2倍は絶対超えてましたよね。うん、結構高かったです。最近だと珍しい、ね。2. 何倍は言ってたと思うので、だからまあ受かるよりも落ちる方がちょっと多分面接は多いんじゃないかなと思いますので、はい、早めの対策、早めの対策をぜひしてもらいたい。新田先生のこの講座の詳細についてはその今日紙を持ってくるの忘れたので、まあ、紙はネットにアップされてますので5月の18日にね見ていただいて、うん、Lタワーでね、はい、まず説明会を、まあ新方式はもう直近ですぐやりますけど一般方式の方もね、うん、あのざっくりこう面接のシートの書き方のプレガイダンスっていうかプレゼミ的なものも、ね、お話しますんであの5月18日にまあ来てもらってそろそろ動き出そうかなと、ねうん、あの 1A も終わってる時期だと思いますんで、あの 1A も一応含めて話そうと思ってます。はい、あのシートの書き方みたいなね。1A も話さないのかな。どうだろうか。1A も話すのかな。まあ話すようにします。はい。はい。まあね。というでそんな感じで、もう面接もそろそろある程度まあいけそうだなっていう方はですね、まあやっていただいて、そうですね、まあね、うん、はい。まあちょっとあんまり自信がないっていう方はあの発表見てからになりますけども。結構バタバタするよね、うんうん、でも可能性としてゼロではないなと思ったらもうやっていただくと。だから20点も真ん中ぐらいの人はね卓越20点真ん中ぐらいの人も受かったと信じて、はい、とりあえずやっといていただいていかないと間に合わなくなっちゃいますからね。そうですね、うんはい、でどんどん始めていただいてっていうところですかね。そうですね、うん、まあ都庁の面接やっとくと、まあ、横浜も通じますからね。まあどこもね同じ面接ですからね。ただもんねほとんどね横浜もね、まあ、横浜も併願するよっていう人はまあ都庁の対策やってて、まあ、そのまま延長できますから、うん、ぜひやっといてもらいたいなっていうふうには思いますね、はいはい、まだ国家一般職とかねいろいろあると思うんだけどそれまでにこう一応並行してエントリーシートを徐々に書き始めておかないとその筆記が忙しい時期と都庁の面接被りますからそろそろちょこちょこ始めていただくといいかなという感じですね、はい、去年はあれですもんね面接シートが変わりましたしね、うん一つなんかこう追加されちゃったっていうのであれがちょっと想定外でパニックになりました。なりましたね、はいうん、何書こうかっていう、うん、で去年はもうバイト書いたやついますからね、うん、まあ一応解釈したらこれまで学んだものだから、うん、大学で勉強したことじゃないよねっていうのでバイトで学びましたっていうしたりして結構苦肉の策だったんですよね、うんはい、今年もまた変えてくるかどうかちょっと分かんないです、まあ、去年の受験生の出来によりますねうん、向こうの意図したものがもしかしたら大学で勉強したことだったのに、まあ、書いてねえじゃねえかってなるとまたなんかシートが変わるとでこれ新方式の面接シートと同じだったんですよね、うん、なんかもう技術も何も全部統合しちゃって同じ面接シートにしてきてるからまあ一般方式の方もですね
あの新方式の合格発表の日にすぐ面接して見といた方がいいと思うんですね、うん、多分去年見てない子多かったと思うんですよ。あ、一般方式受かってから見るみたいな感じだけど、うんうん、結局新方式と同じ面接だったから今年5月31かなに多分新方式の発表があると思うんで、うん、その日にはもう一応一般方式の方もですね今年の面接とか何なのかっていうのを一応確認しておいた方がいいと思います、はい、昔なんですけど2010年だったかなの面接シートで、うん、ありがとうっていう項目があったんです何人ですかそれ。ありがとう、ありがとうと最近言われたことってなって、うんうんうん、翌年消えたんですね。まあマストミスったんでしょうねあのアホなやつは、うん、あのおじいさんに席譲ってありがとうって言われて書いて多分ボランティア書いて欲しかったんだよ、うんうんうん、だけども向こうの意図の外れたから1年消えたんですね、うん、もしかしたら今年も消えるかもしれない、うん、去年の1番目の項目が学んだことがあれっていう、まあ、そうしたこと違うっていうので ね、まあ、素直に考えたら学生は学校の勉強かけようって話ですからねでそれがまた違ってたっていうね、っていうのでまた消えて違う項目になる可能性っていうのがゼロとは言えないんで、うん、まあ別に僕があの話せるのってあくまでも去年のベースでしか講義はできませんので、うん、はい、だからまあ去年ベースで準備するんだけどその変わった時にね即応できるようにはしといてもらいたいなと思ってますね、うん、まあ、いずれにしろ志望動機とあの自己 PR 系は変わらないからそこをまず作ってくれればまあなんとかなるかな、あとは微調整でと、そう、まあ、自己 PR1 分っていうのはまあ一応どっちは普遍だからね、うん、もしかしたら3分プレゼントやったりしたら笑うけどね、特別パクリですかねまあそれはちょっとプライド的にないかまあいや逆悪か逆悪かそっちはないんじゃないですかね、3分ぐらいでやらないかな、うん、じゃあ2分とかプレゼントですね2分プレゼントとかってなんか導入したりされると嫌だな、うん、練習が大変ですからね、そうなんです、覚えてるよね、何があるか分かんないんでやっぱ面接はねやっぱ基本事項は固めといてもらえて、あと話す練習しっかりしておかないと、うん、あのやっぱ頭回んないよね、うんうん、去年のね、まあ、僕の面接でも受講生であのまあ、僕のところ面接ノックってやるんですよ、もう何が来るか分かんない、誰が何来るか分かんないっていう、あれでやっぱり自分が来るかもしれないって準備してたのが良かったって言ってましたね、うん、でも面接の会場ではもうマシンガンにどんどんと質問投げかけられて、うん、頭回すのがすごい大変だったって言うんですよね、はい、あれはやっぱり訓練しておいたから良かったというふうに言ってくれたんで、はい、ですね、まあ、その訓練をちゃんとするためにちょっとそろそろエントシートを書く準備しておいてくれと、やっぱ志望動機で時間かかる人多いんで、志望動機は早めにやっぱりこう固めたいんでね、うん、もう都庁に限らずなんだけど公務員の志望動機も早く決めといた方がいい、そうですね、はい、うん、まあ、それはもう早く担任相談等でですね、うん、やってもらいたいですね、ギリギリに来られるとね、あれはちょっとこう掘り起こすの時間が間に合わないですからね、もう付き合い場になっちゃうんですよね、うんうん、やっぱり信じ込むのが大事だからね面接はね、うん、はい、自分はそうだったって思い込む、うん、はい、思い込むためには結構時間がいるんだ、うん、はい、なんかその 2,3 日で作るって思い込めないからね、うん、はい、なので10回ぐらい喋ってれば本当にそう思ってくるから自分って、はい、自己洗脳ですね、やるためにも早めに固めてもらいたい、はい、ね、はい、野村さん他に言いたい、そこあとはまあないですかね、大体喋れましたもんね、喋れましたね、うん、はい、あとなんかほんとギリギリだからといってやらないのやめてくれっていうところですかね、あ、なんか、うん、点数が微妙だから全くやらないっていう、大体そういう人に限って受かっちゃった時に焦って失敗しちゃって多いので、あ、そうですね、あの可能性がゼロではないなっていう点数、まあ、20台取れていたらとりあえず対策をすると、あの日本にさっき吉田さんも話しましたけど、結局人数が結局募集減ってるけれども面接可能人数は変わらないので、そうすると圧縮の点数自体は下がる可能性があるんですよね、そうすると平均点は確かにね28が多かったけどだいぶ低くて分かるかもしれないんで、逆に言うとそうなった場合については択一の差を逆転する面接しなきゃいけなくなるんで、そのためはね相当練習が必要なんですね、そう、詰め込みが必要になってきますから、もうある程度取れていた段階でもう信じてやるとね、なんかそれでよく言われるのが、いや受かんなかったらもったいないじゃないですかって言われるんだけど、別に他でも行きますから面接はね、ですからもう受かってと信じてね、例えば本当になんかお腹痛くなっちゃって10点でしたとかあったらしょうがないけれどもそうじゃない限りはですね、しっかりともう始めていただいて、短期間とか使っていただいてですね、早めに対策をしていただくといいかなと思います、はい、ところですかね、そうですね、はい、はい、それではですね、あの2019年の本試験高評価です東京都一流 B 編はここまでしたいと思います、どうもお疲れ様でした、お疲れ様でした、面接頑張ってください、頑張ってください、はい。